さあ皆さん早いもんでね、2月になってしまいましたよ。小室くんのページを見てみましょう。まだロークラークですね。ローエンサインサンドラーのロークラーク全員がまだ反映されてないっぽいです。ロークラーク18人出てくるんです。で、その18人はニューヨークとパロアルトのオフィス、それが18人です。ニュージャージーの人はいないんです。まあ例年通りでいくとニュージャージーの方が弁護士登録への反映は早そうなんですけども、まだでアソシエイトに上がっている人間はいません。まあおそらく上がるとするならば、4月5月ぐらいになるのかなと。ロイターの記事にあったように、1月に弁護士になるとか、複数の週刊誌がですね、まあ彼も弁護士であると、新しい人生が始まるとか、このトーンで書いてましたけども、無資格でね、弁護士を名乗るんですかと。それこそ本当にショーン K ですよね。ショーン K さんね、テンプル大学ですけども、テンプル大学にも非常に怪しいつながりがあったことを覚えていらっしゃるでしょうか。小室圭さんをフォーダムにね、斡旋した人がいるわけですよ。まあその人はね、小室圭とマコの物語はハリウッドを超えるような物語になると。そういう意味でね、アジア版の名がハリーなのかもしれませんけどもね、テンプル大学を経由して小室フォーダム大作戦がされたんでしょうかねとか、まあなんで本当にショーン系だなと思わざるを得ないです。こんな記事が上がってました。世間では1月になれると言ってたわけじゃないですか。まあ多分、小室くん問題だらけですから、慣れる資格がございませんので、もっとですね、かかるんじゃないかと思います。ネット上の反応、会見で後ろ足で砂をかけて出ていったので、日系人の間で評判が好ましくないのは普通でしょうと。マーティン奨学金をもらって司法試験に落ちたのは史上初。アメリカ実力主義ですから、独力で努力しないといけない。と1月が終わってるのに、まだ弁護士登録されてないですね。と彼の成績ではもう入社自体が困難でしょうね。と試験に2度落ちた時点で解雇のはずです。そうなんですよ。僕が調べた感じ、少なくともローエンスタインサンドラーで2回目に試験、落ちたのも、小室しかいませんでした。そもそも、小室くんの同期2021年、外の方ね、結構いらっしゃるんですけども、ほとんどアソシエイトになってますし、なおかつ1回目の試験でほとんどが受かってます。そもそも2回目試験受けた人は、もしかしたら小室くんだけなのかもしれません。彼の成績で言うと、ネット上の意見にあるように、彼の成績では、ローエンサインサンドラ事務所に入ることも厳しかったですね。そりゃそうですよね。彼はエルサットを合格してね、他の同期の方はエルサットを合格していってるわけですよ。そもそも小室は受けてません。それは特殊な生き方をしたからです。で、日を小室家まだ弁護士になれずと、こういう声が出てきたと。あれ弁護士なってないですね、と。小室圭さん、眞子さん夫妻、司法試験合格も、ニューヨーク日系人コミュニティに馴染めず、ですね、孤軍奮闘中と話がありまして、小室くんがのけ者にされている状況であると。まあ、小室くんを助けるような物好きっていうのはかなり減ってるんじゃないかと。まあ、助けてる人はまだいるかもしれませんけども、もし、これが、例年通り4月5月、もしくは3月2月とかに変更されたら、これ明らかに忖度であると言わざるを得ないわけです。この先ずっと1年、2年、3年、10年、100年、ね、ロークラックのままでいていただきたいですけどね。はい。まあ、その前にクビになると思いますが、ブラジルへの新婚旅行に行ったとはまだ耳にしてないと。結局は行かなかったんじゃないですかね。これまで法務助手として年収600万円ほどだと言われていて、年収600万円ということは、今度は家賃100万円のところに引っ越すんじゃないかと、まず言われてるわけですよ。あれ、400万円、誰か肩代わりするんですか？我々ですよね。まあ、成り立ってないわけですよ。ご自身が成り立つような国で生活すればいかがでしょうか？日本には帰ってこないでくださいね。非常に警備がかかりますし、まあ、小室ほどの知名度になると、かなりの人数をセッティングされると思うんですよ。まあ、やはり掛け算すると。まあ、アメリカぐらいになるような気がするんです。帰ってきたら気分が悪いですね、単純に。何一つ問題を解決されてないです。だから、アメリカじゃなくて、もっと生活費の安い国で生活すればどうですか？お孫さんが大好きな南米とかだったら生活費も安いですし、警備はご自身で払ってくださいね。ボリビアとかどうですか？旅行に行く余裕などないでしょう。むしろ今までどうやってお金のやりくりを生活していたのか、これ明らかにね、我々のね、財布から出てるわけですよ。しかも本当に行くとなれば、元プリンセスの夫妻ですから治安に不安もあるので、当然警備もつきますと。その費用は用済もがな、全額がな捻出されますから、再び批判の嵐になることは目に見えてると。今の小室くんがやってるお仕事は、遊びみたいなもんです。マコさんの精神不調を言い訳にして、行かなくなってるわけですよね。しかし、マコさんね、精神不調って言いますけども、嘘だと思いますよ。そんな傷ついてないと思います。何を傷つく要素があるんでしょうか？ニューヨーク現地の住民からすると、意外にもどうでもいい存在であると。まあ、それだけ存在感がないっていうわけです。弁護士になるんであれば、見る目はね、変わってくるかもしれませんけども、いわゆる先生と言われるわけですからね、弁護士。だけど、助手のままですから、バイトそう変わらないでしょ。で、
小室さんの母親佳代さんも渡米して2人と同居して行こうだと散々報じられているのはプライベートがない日本よりもニューヨークで自由が、手に入るからなどだろうと。しかし実は2人のニューヨーク生活に関しても日本で報じられている内容とは裏腹に、なんとですね、サポートしてくれる仲間がほとんどいないと。前はいたんでしょうね。どんどん減ってるんじゃないですか。サポートしてる皆さんが小室の本性を知ったのかなと思います。言われてる通りなんだなと思ったんじゃないですか。まだ日本総領事とか特定の人たちによってはですね、サポートされてると思いますけども、どんどん減るとは思うんですよ。この性格だとなんで助けないといけないのっていう話ですよね。礼儀もないし義理もないし、そんなやつは助けても無意味です。メリットがないからね。小室くんが弁護士になれるのか、私的にはなれないことを祈りますし、クビになることを祈っております。そうであるならば我々の税金が助かるですね。まあそしてもっと生活コストの安い、アメリカでも安い地方があるでしょ。まあそこに住んだらどうですか。ニューヨークはちょっと早すぎませんか。 3,4 倍ぐらい物価も高いですしね。物価が 2,3 倍の国で600万円しか儲からないということは200万ぐらいしかないわけですよ、年収が。まあそんな人がニューヨーク住めないでしょ。足りない分は我々の税金から払われてる。その愚行を早くやめさせなければ、我々の納税意欲もですねなくなりますし、何のために働いてるのかな、小室くんのために働いてるのかなってなりますから、勤労意欲もなくなってきますよね。非常に極めて悪影響ですから、こういう青なことをやめさせないといけないんじゃないのかなと、そのように思います。はい、以上です。じゃあチケットバイバイ。なんと小室圭君、日系弁護士から避けられていることが判明してしまいました。孤軍奮闘されていると、人脈作りにですね躍起になっていると、まあそういう話があるんですけども、小室くん権力には非常に弱い性質があるんじゃないのかなと思います。というか権力に媚びへつらうとお話がありますよね。例えば法政大学で、有名な教授がいたんです。積極的に、名刺を出しに行くとかそういうことをしてるわけですよ。実態は文書に書かれてありましたけども、授業来ますと一番後ろの席に座るんですね。メガネをかけてるわけですよ。コンタクトじゃなくてね。あのメガネ外したらしいんですね。ということは黒板の文字は見えないわけですね。何しに来たんかなと、寝に来たんかなと。その授業はちょっと特殊でして、ピザが出ると。授業の途中ぐらいピザが出たわけですよ。で、小室くんバクバク食って帰ると。まあこういうふうにフリーライドが得意なわけですね、彼は。まあ、麻子様の義弟に近づいているという話があるんです。シャーマン&スターリングという、かなり大きい総合法律事務所の執行パートナーさんをやられてるんですね。はい、東京事務所の代表を務めている麻子様の義弟の方がいらっしゃるんです。スーパーエリートですよね。これこそ絵に描いたようなエリート。ヨルダン大使などを務めた外交官を父に持っていて、東大の法学部行ってハーバード行って、その後ハーバードのロースクールで博士を取ってニューヨーク市の弁護士となった超スーパーエリートです。はい、小室さんとはえらい違いですね。そんな超スーパーエリートの方に小室くんはですね近づいてるわけなんですね。皇室を離れたニューヨークで暮らすことを想定した小室夫妻は、身近なお手本として池田さん夫婦をですね意識していなかったはずがないと。ニューヨーク州弁護士の資格を持つ日本人はさほど多くないですと。狭い界隈の中でマスカ様の義弟がニューヨーク州弁護士だと知らない人はいないでしょう。当然目指した時点で2人も知っていたはずです。マスカ様の義弟がその職に就いているということは、皇族に近しい立場にある小室さんにとってもふさわしい職業だという根拠にもなったでしょうと。それが小室さん夫妻が固くなにニューヨーク州弁護士を目指すことを正当化し後押しした側面はあるはずですと。この永宮家は天皇家に対してですね嫉妬がありますから、まあ、そういった背景ももしかしたらあるかもしれませんね。これをお膳立てしているのは永宮家だと思うんですよ。法政大学であったり永宮家が、まあ、そういったメンバーが、ね、反映されてても全然おかしくないかなと思います。とはいえまだニューヨーク州弁護士に合格していないロークラクだった頃の小室君は、第一線のですね国際弁護士である池田さんと接点を持つ立場ではなかったと。しかし司法試験に合格した今や小室さんは立派な国際弁護士の卵であると書いてありますけども、違いますよね。国際弁当士として卵を配達していると、そういう表現が正しい表現です。近々池田さんの後輩になると。これからは仕事上のやり取りでも小室と池田さんに関係ができることは十分にありますと。ないですよ。で、裁判で敵味方になったりです、ね、企業法務などで協力する立場になったりすることもあるでしょうと。ないですね。そもそもニューヨークの日系人社会狭いですと。特に日系の大企業の社員や弁護士や医師などの有資格者は狭いコミュニティの中でも交流も多い。マコも在ニューヨークの日本人の集まりに招かれることが多いようですが、積極的に参加することはないようですと。まあなんで、マコさん自体はもう参加もしてないし、まあ孤立したんでしょうね。し、なおかつアイスもないですし、お手紙をですね、返さなかったりですね、義理もないと。そういうふうな話ですから、どんどん人が離れていくんだろうなっていうのは目に見えてわかりますよね。ただ、国連に勤める日系人関係者の集まりには参加したことがあったと。国連といえば皇室とも縁が深く、
それは旦那の職探しなんじゃないんでしょうか。雅子様の妹玲子さんが勤めていたことは眞子さんもよく知っているはずです。小室も司法試験合格以降先輩の弁護士との交流も深めているようですと一応書いてあるんですね。動いてるわけですね。まあそれはフォーダム大学でですね、名刺渡したような形でしょうね。実際は、まあかなり人脈を経て金儲けするために近づいているだけに過ぎないわけですね。まあそして人間ってね、バカじゃないですから、まあそういう下心満載の人間って見抜くわけですよね。わかるわけですよ。うん、ああ、この人は下心で近づいてきてるんだなってわかりますよね、普通にね。まあなんでね、そういう人は、おのずと避けられていくのは極めて自然なんじゃないのかなと。逆に、まあそういう卑しい人間であろうが、まあ、他の部分でね、人間的魅力があったり、能力があったりしたらまた別かもしれませんけども、彼は悪性のナルシズムって言われてるわけですね。ということは人間的魅力は皆無。し、実力面で言うと、UFJ の上司の方はですね、彼を酷評してますし、奥野さんの法律事務所ってもお荷物だと言われてますし、サンプルが十分にありますから、っていうことは、老園祭サンドラでも仕事ができてない。だから、振られた仕事がですね、弁当配達とか、ポストの受け取りじゃないでしょうかと、お茶組とか、そういうレベルしかできないんじゃないのかな。まあ、トータルして言うと、近づく価値ないんです。はっきり言っちゃいますけども、バッサリ切りますけども。宮内庁関係者も、池田さん夫婦のですね、関与をきっぱりと否定すると。やめてくださいと。池田さんも玲子さんも小室さん夫妻に協力するはずがないですよと。眞子は後ろ足で砂をかけるような形で交渉出ていったんですと。関わったら雅子様にどのようなご迷惑がかかるのかと。陛下が自ら判断されたということは、二人の結婚は皇室として認めることができないということなんでしょうと。お相手の小室が両陛下にお会いする機会は一生ないでしょうねと。そのような経緯があるにもかかわらず、小室夫妻が池田さん夫婦に近づこうとしているならば、それは禁断の関係と言えるんじゃないでしょうかと。ご勝手に孤軍奮闘されている小室さんなんですが、そんな努力がかなってかですね、まあ、なんと日系弁護士さんたちのネットワークがあるらしいんですよ。はい、これはフライデーの話なんですけどね、そのグループ内ではもう避けられてるっていうわけですね。はい、現地の日系人が小室さんにサポートをしているといったですね、報道が目立ってるんですけど、ちょっと実際はその逆なんですよと。現地には日本弁護士たちのネットワークがあるんですが、そのグループ内ではこう言われてるらしいですね。小室圭さんの名前を出すことすらタブーだと。まあそりゃそうですよね。小室さんを擁護するだけですごい炎上するわけですね。叩かれるわけです。触らない方が合理的ですから、それは近寄らないですよね。もし近寄ってたとしたら、まあご主も日系人弁護士ですから、まあ何らかの助けをしてるんじゃないかって疑われると思いますし、まあそれによって批判が湧いて、業務にもしかしたら悪影響があるかもしれませんし、まあそういったこともあるからか、まあやはり小室くんに近づきたくないですよね。人間的魅力も皆無ですから、ってなってくると、一層近づく理由がないんで、避けられてるんでしょう。はい。これは極めて自然だと思いますね。確かにパパラッチが撮影してきた写真も、眞子とのツーショットばかりで、第三者がいる写真はほとんどありませんと。理由はわかりませんが、と。眞子さんとのツーショットばかりなんですよね。はい。これよく言われているなと思うんですけども、確かに第三者がいるような写真はほとんどないわけですね。いわゆるエリジンバーで、小室が飲んでましたけども、その時には同僚とかはついてましたけどね。理由はわかりませんがと。まあ、それは多分、理由を知ってないんじゃないですか。し、あの時映ってきた同僚もですね、小室さんの能力もわかったと思いますし、小室さんの性格も一緒に働いてみてわかったと思いますから、なので、同僚とかとも遊んでる気配ないですし、かなりですね、見破られてきたんじゃないのかなと。まあ、自然ですよね、これはね。精神科医のね、方が言われているには、この、ゲームトローゼとか、悪性ナルシズムはですね、もう治らないと、まあ、言われてるわけですね。孤立する状況が、まあ、ずっと続くんじゃないのかなと思います。孤立したら、人脈がないということですから、仕事もね、取りにくくなりますし、彼も弁護士として花が咲くことはないと思いますし、そもそも弁護士ではないですし、まあ、弁当士のままで、弁当士としては花が咲くかもしれません。理由はわかりませんが、現地には日本人の味方がいない状況なんですよと。日系人コミュニティに馴染めないのかもしれませんねと。馴染めないでしょうね。そう、受け入れないでしょうね。その中で助けているのは日本総領事であったりとかだと思いますけども。まあ一部の人だと思いますし、日本総領事から言われた人たちが助けてるんでしょうね。でも結局その人たちも離れていくと思いますよ。日本にいた時と同じく、アメリカでも二人は孤軍奮闘している状況のようであると。そんな状況で助けるということは、まあ、下心があるから助けるわけですよね。例えば、皇室特権を獲得できたりとか、ビジネスとして彼らを助けるとか、皇室特権を利用しようとしている
悪どい勢力が近づいてくる可能性が決まって高いと、そういうからしかですね近づいてこないんだろうなとこの二人にはねと思います。というわけでですね、非常に煙たがられてた小室さんの獣にされてるっていうのも頷けるかなっていうわけですね。それは極めて自然ですよ。日本中で嫌われてるわけですから、まあそれは国を変えても共通ですよ、ね、あの事情を知らない方は小室さんはまあ最初は付き合うかもしれませんが、分かってくると思うんですよね。この党の性格は本当に、こうなんだと。で、ちょっと調べ始めたら、ああ、報道の通りやなと。まあそういうふうにね、思うんじゃないでしょうか。はい、以上です。それでは皆様ご一緒に地下室バイバイ。